ゴルフ業界を盛り上げようということで始まりましたチェケラーゴルフ。今回はラウンド動画ということです、はい、ここサザンヤードカントリークラブです。ここでは撮影2回目なんですけど、うん、私のお気に入りのゴルフ場だから、うん、綺麗、またそう来ようと思う、はい。マイマイが USGTF の試験まであと1ヶ月、ちょうど1ヶ月っていうことで、ね、はい、どういやーなんかね近づくにつれて不安が増してきて、うん、ちょっとそうすごい焦ってるのまだ全然仕上がってなくて。そうだよね。そうなの。そうか。でもなんかインスタ見たらすごい上手になってるって思った。本当、うん、すごい良くなってるって思ったから、はい、今回はその途中経過っていうことで、はい、ラウンドしていきたいと思います。それではチェケラインパクトがバラバラって言われるの。最後めっちゃ緩んだね。そうだよね。最後なんか考えた？特に。素振りでさ、あそこまでの距離だったら、うん、まあ、素振りでこうイメージするじゃない？うん、で、このぐらいだなって思ったら、もうその振り幅はちゃんとバシッと打つ意識したい。最後めっちゃヒューってなっちゃったから。そう。決めてもそれを打つ、ね、そうもうイメージ出したら、うん、もう緩ませない。あの距離あるじゃない、うん、素振りと同じように打つことが大事だから、うん、まあショットもそうなんだけど、うん、こうやってこういう素振りだな、このイメージだなって思っても、うん、ボール構えた瞬間ドーンとかやったりとか、ヒュ、うん、ーとかなったら、うん、よくないじゃない、うん、だからずっと素振りしてて、うん、そう。そしたら私球を置いていくから、うん、球を置いてもビビらずに素振りをしていく、うん、ドリルね、うん、でそれもなんかこうリズムが一定じゃないから。あ、そうなの。もうそう、1球目と2球目は同じとこ行ったから、うんうんうん、同じストロークでできてるけど、3球目はちょっと飛んじゃったから、飛んじゃったというか、強かった。そう、ちょっと強く入っちゃった。で、緩むのが良くないから、うん、まずパチって当てる感覚をつけたいわけよ、うんうん、で、これをちょっとパチって打ってみて、うん、待って2メートルぐらいだから強いかも今。あ、そっか、うん、2メートルじゃなくて、うん、そうそう、これパチってコンタクトする練習が必要かも。パチって打った方がいいかも。こう流すんじゃなくて、パチンって。そう、緩ませない。しっかり打つけど、しっかり打つけど、あんまり大きい幅いって言ったら、それはもちろん奥いっちゃうから、振り幅はちゃんと考えて、そう、そういうことよ。そっか。そっか、だからテイクバックは大きくなくてもちゃんと当たるってこと。小さくていいの。小さくてちゃんとちゃんと当てる。そう。あ、はいはい。これできてなかったかも。最初のとかめっちゃなってた。ふわってなっちゃうと、うん、絶対に入らないから、うん、それが大事なんじゃない。ショートパットとかもそうだけど、プレッシャーかかった時とかもう特に。そう。うーん、いいストローク。いいと。なるほどね。あ、なんかショートパットはさ、パチンってやっちゃいけないって思ってたかも。まあ、流し込むみたいな、うん、なんか怖いじゃん、ちゃんとパチンって怖がっちゃダメなのだから。そうだね最近だからさ、怖いんだけどね。もう焦ってさ、ビビって怖くてさ、できてなかったのかも、うん、死ぬわけじゃないからね入んなくてはそうだね、オッケー。怖いんだけどね、まず、マイマイのこの USGTF の時は5500以上でしょ。そう。で、レギュラーだと長くなっちゃうから、85が勝ったらいいんだから、82、3では。そうだ
頑張っていこう。はい、はい、吹き流しまでが170ぐらいだから、まあ、吹き流し方向でもいいしっていう感じかな。うん、吹き流しお、よし、緊張するけど、うん、お願いします。お願いします。よかったなんかね、なんとかドライバーはちょっと最近いい感じ、プレッシャーに強くなってきたの。へー、なんか緊張する。緊張するね。撮影のラウンドって超久しぶり。私はやっぱり体で打つっていうのをみんなに言われるから、そこを意識して、はい、よろしくお願いします。ね、超引っ掛けちゃった、うん、マジ引っ掛けた。まあいいか、うん、しょっぱな、めっちゃ引っ掛けました。え、全然その超しょぼ。え、結構しょぼ。カート道より左に行っちゃった。そこからどうやってパーセーブしていくのでしょうかとか言ってハードル上げとって苦手なつま先下がり、うん、でもね、ちょっと左向いてたかも。今の方向向いてた。そう、つま先下がりさ、あ、ちょっと右に行くから、うん、そうそう。あ、でもそれだったらいいかも。やっぱ右にちょっと行きやすいし、うん、でもこれはめちゃくちゃ難しい、うん、そうだよね。だからもうスリーオンでいいやぐらいの状態、うん、これ何を意識してんの、この計算の時。これはもうちょっと私の前右に置いて、うん、もう浮かそうと思っても多分浮かないだろうなっていう気持ちで、うんうん、まあ低く長く出す、低く長く出す、低く長く出す、こうなる、うんうん、こうなんないように、うんうん、傾斜なりに打つ、はい、よし、ナイスショー。あ、でもこんな感じでいいかも。そして乗る、ゴーゴー、ナイス。あれも感じで狙ってた。なるほどね。よっしゃ。そっか。あ、でもいいかも。乗れ。あ、そうね。あ、めっちゃナイス。ね、これ下がっちゃったけど、超ナイス、超ナイス。オッケー。今この打ち方を練習してんの。うん、いいいいいい、うん。ライン出しってやつ？成功したらもう結構言っちゃう。ナイス。そっか。スライスのちょっと残り。痛いとか思っちゃうけど。うん、思うよね。思う。すごい今のすごい。だからさ、ミスからのバーディーでしょ。うん、すごいね。よかった、ナイス、ありがとう。じゃあ続く、緩まないね。私は緩まない。登りだしね。登りだから特に緩まないと思うけどね。ゴー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 、やった、超嬉しいんだけど。すごい、ナイスパーじゃない？ナイスパー、超ナイスパー。緩まなかったよね。緩んでない、全然。オッケーオッケー、最高。チェケラ、はい、チェケラ。バーディー取ったらチェケラやろう。パー取ってもチェケラ。嬉しい時チェケラ。でもまあ、ちょっと奥行っちゃった。あ、そう、本当だ、うん、
やいやいや、多分そんな、ちょっと回ってるわ。何番持ってるの？私もう全部寄せは A だね。そう、ね、言ってたよね。多分さ、この辺に落とせばさ、スーっていく、うん、行きそうな感じ。もっと手前でもいいのかな。まっすぐ目で、まっすぐ目でいいと思う。最初の傾斜多分そんなにかからないから、まあでもうまい、うまい、うまい、距離は、まあ、超うまい、方向だけね、超うまい、超うまい。けどさ、このさ、ラフだとさ、やっぱ負けちゃった今。負けちゃったりするから、方向のちょっとのプレってちょっとしょうがなくない？そうね。まあじゃあめっちゃいいよ。100点だね。100点95点。はい。大事。しかも私、自分が緩むタイプだって思ってなかったの。だってなぜなら結構オーバーするから、うん、嬉しすぎてすごい喋ってるけど私も嬉しい、出そう出そう今日は。だってあのワンポイントでこんな2回もワンパットだよ。最高。してるね。すごいいい球だったね。ったナイスショー。ありがとう。じゃあ私も気のせいです。やっぱ1回ミスするとちょっとよぎるけど、うん、さっきのミスは忘れて、うん、引っ掛けたなって。ナイスショー。よし、まっすぐ、うん、ありがとう。飛ぶ。よし、ね、やっぱ伸びた飛距離。でもね、伸びたと思う。今ちょっと当たりがまあいいんだけど、うん、ちょっと薄いかなって感じだったけど、ちょっと伸びた気がする、うん、とりあえず行く、うん、感じで。気になるようだったら安心できる方持った方がいい。そうだよね、うん。おお、いいショットです。いいよいいよ、全然よかった。大丈夫大丈夫。ナイスショー。前はね、この傾斜でも多分超ミスってたと思う。どこ変えたの？傾斜の時。なんか私多分こう打ちつけてたのを、でなんか滑らせられるスプーンに変えたの。スプーンでちょっといっちゃう。いや、5でもいいなと思ったんだけど、どうせ乗んないし、うん、けどライもそんな気にならない。右にキックしたら危なかった ね、うん、ね、よかった。ピッチング、うん、
A が70ぐらいって思ってるから、うん、でも P で強く入ると100弱ぐらいいっちゃうのだからそうだったしね、ちょっと、うん、速さで通そうっていうイメージ出したりとか、速さのイメージ、でもこんだけ長いとね、もうね3パットあるよっていうぐらいだから結構難しいけど、まあラインだけ読んで致命的に、でもさちょっと登ってちょっと下り、うん、死ななきゃ OK ぐらい、いやもう難しいよね、難しいよね、これがねいつもやらかしちゃうの。あ、でもあ、ストップストップ、全然ライン違う、でも距離は OK だよ、ね、冷静に考えたらさ、スライスだよね、スライススライス全然考えてなかった、ラインだけ読めてたら寄ってたかも、そっか、立ち回りと思う、いただきます、どうぞ、失礼します、ナイス、ナイス、はぁ、はぁ、結構必死パあ、惜しい惜しい惜しい、でも、いいストローク、いいストローク、いいパター、うん、これはもう絶対入れなきゃダメ、そうだよね、なんか、うん、ちゃんとパチンってやると変に曲がる気がしないから、そう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 、自信持って打てるかも、そう、うん、緩むと曲がるもん、そうだからよりね、どう打っていいか分かんなくなって、なんかわけわかんなくて、そうそう、余計打てないかもね、うん、いいです、よかった、よしよし、ということで USGTF マイマイ応援企画でした、はい、ありがとうございます頑張ります、はい、この動画が良かったなと思った方、高評価ボタンとチャンネル登録をよろしくお願いします、チェキラー。